これが夜を滑る者のいでたちか。くのいちと言うんでしたっけ。カズマさんの国の伝統的な職業、忍者の女性版という話でしたが。夜の闇に紛れる暗殺者、歴史の表舞台には決して浮上せず、常に影に徹して敵を撃つ隠密の達人。ふむ、高魔族の金銭に触れる設定だよ。露天街の福引きで当てた商品がまさかこんな変わった衣装とは思いもしませんでした。大方カズマかアクアが作ったんだろう。それにしてもこの装束、見れば見るほど色っぽい仕上がりだ。ちょっとアルエさん、そんなにじっと見られると恥ずかしいのですが。福袋に入っていた説明書によると、くのいちは目的達成のために色気で男を籠絡するらしいからね。男を籠絡？道理でこんなに大胆だ。使える女の武器は全て使う。それが我らくのいちなのだよ。せっかくだから色気で男を落とす練習をしてみないかい？いきなり無理ですよ。私はただの魔道具店の店主ですから。ここで学んだことが役に立つ日がいつか必ず来るはずだ。小説の執筆の際には特に。私は小説を書いたりしませんから。ねえあなた、ちょっと私と遊んでみない？どうしたんですかアルエさん。あ、もしかして。あらお姉さん、もしかして私と遊ぶのが怖いの？え、アルエさん、演技だとしても近いです。顔が近いです。大丈夫よ、すぐに天国に送ってあげるから。はい、死んだ。ほえ、これはおもちゃのナイフ？本物だったら刺されて終わりだったね。これがくのいちの色かさ。なるほど、くのいちとはそういうものなのですね。わかったところで、次はウィズさんの番だよ。さあ、やってみて。私が？さあさあ早く。良いではないか、良いではないか。それはカズマさんがよからぬことを考えている時にたまに言う言葉ですよね。私には色気なんて無理です。恥ずかしさで逃げ出してしまったか。あの衣装のままで大丈夫かな。だが恥ずかしがり屋のくのいちというのも面白い。そんなキャラクターを主役に物語を書いてみるか。このスバ！